アリーナ・サバレンカは、ベラルーシ・ミンスク出身の女子プロテニス選手。これまでに WTA ツアーで、シングル10勝、ダブルス5勝を挙げている。自己最高ランキングは、シングルス4位、ダブルス1位。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。エリーズ・メルテンスとのペアで、2019年、全米オープン女子ダブルスと2021年、全豪オープン女子ダブルスを制している。 6歳からテニスを始める。2015年にプロに転校。4大大会では2017年ウィンブルドン選手権で予選を勝ち上がり初出場した。1回戦でイリーナ・フロマチェワを6から3、6から4で破り、2回戦でカリナ・ビットヘフトに6から7、6から3、3から6で破れた。2016年からフェドカップベラリューシ代表に選ばれている。 フェドカップ2017では1回戦で、オランダ、準決勝でスイスを破り、決勝に進出した。決勝ではアメリカに2勝3敗で敗れたが、ベラルーシの準優勝に貢献した。2018年は8月のコネティカットオープンの決勝で、カルラ・スアレス・ナバロー6-1、6-4で破り WTA ツアー初優勝を果たした。2018年全米オープンでは三回戦で、 第5シードのペドラクビトバを7-5、6-1で破り自己最高の4回戦に進出した。4回戦で優勝した大坂なおみに3-6、6-2、4-6で破れた。9月の武漢オープン決勝でアネットコンタベートを6-3、6-3で破りツアー2勝目を挙げた。2018年10月8日付のランキングで11位を記録し、2018年の WTA 新人賞を 受賞している。2019年は1月の2019年、全豪オープンに第11シードで出場し、自己最高の3回戦に進出した。これにより大会終了後のランキングで10位を記録し、初めてのトップ10位を果たした。2月のサンクトペテルブルクレディストロフィーでは、準決勝に進出し、2019年2月4日付の世界ランキングで自己最高の9位を記録した。 武漢オープンで2連覇を達成。WTA エリートトロフィーでは、キキベルテンスを下し初優勝。ダブルスでは、エリーズメルテンスと、組2019年3月の BNP パリバ、オープンとマイアミオープンで連続優勝した。9月の全米オープンでも、ビクトリア・アザレンカ、アシュリー・バーティー組を75、75で破り初の4大大会タイトルを獲得した。これにより、 ダブルスランキングで2位まで上り詰めた。2020年前後オープンは初戦敗退に終わったが2月下旬のカタールトータルオープンでペトラ首飛ばを破り優勝。3月より新型コロナウイルス感染症流行の影響でツアーが中断に。8月に再開後、グランドスラムではあまり振るわなかったが10月の単服優勝を果たしたオストラバオープンと11月の オーストリアレディスリンツにてに大会連続優勝し、トップ10でシーズンを終えた。2021年は、最先よく年始のアブダビ女子オープンで優勝。全豪オープンでは、シングルで自己最高の4回戦に進み、ダブルスでは、バルボラ・クレーチコバ、カテリナ・シニアコバに勝利して、同大会初制覇を成し遂げた。この活躍で、ダブルスランキング1位を達成した。しかし、 今後はシングルスに注力するため、ダブルスの出場を減らすと発表した。3月のマイアミオープンで8強入りしたが、アシュリー・バーティに敗れ、翌月のポルシェテニスグランプリでも、決勝進出したが、またも、バーティの後陣を敗した。それでも、続くムチュア・マドリードオープンでは、決勝で雪辱を果たし、プレミアマンダトリー初優勝を果たした。これにより、世界ランキングが4位になり、 初のトップ5入り、強力なサーブとストロークを武器にするアグレッシブベースライナー。特に自身のあるサーブは時速 194km に到達し、サービスエースを量産する。2019年はエース数で WTA3 位につけた。しかし安定性にかけダブルフォルトも多い。ストロークにおいても同様で、ウィナーとアンフォーストイラーが多い。 それでも2018年にチェンジオブペースを学び始めたことで改善されつつある。ダブルスでエリーズメルテンスト組グランドスラムを2回制している。エリーズメルテンストのダブルス W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退。 L q イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。